原生林探査2スタッフシリーズ202プトルベトンガイルエースです。原生林探査1あったかな勝手に2にしてますけどねはい、皆さん、キーいっぱいありますね。キーいっぱいあるんですよ、ここはね。はい、まだこの見栄えがいいと思いますよねまあこの辺りね、もう相当標高の高いところですんでね、畑はこの周りね、もうとにかく完全に、原生林に入ってますから、畑は今のところはないですね。もう畑もう作らんでもええのにねということで、まあ皆さん原生林って言ってますけどね、まあ手つかずの、まあ、ジャングル、森っていうふうに考えてくださいね。まあ、古生代の原生林が残ってるところはもうないので、そんなんはね、やっぱり淘汰されてますし、はい。で、その中で、環境がね、じわ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 変わってきて、で、下の方を、まあ、山のね、ふもとからだんだんその畑が上がってきてますけど、まあ、その影響も、上の方でね、やっぱりあると思うんですよね。で、これはね、いろんな、そこにいてたであろうバイオームの、まあ、植物もそうでしょうけど、動物ね。で、動物が変わってくるっていうことは、植物もね、やっぱり変わるんですよね。これ、植物はやっぱり動けないので、で、動物に、まあ、ほとんどが今ね、ここなんか特にらしい植物じゃないですか。そうなってくるとね、動く動物に、自分の種子をね、あちこち巻いてもらうのはね、やっぱり植物は一番、はびこる一つのね、要因になるんで、でね、そうやって動物が、やっぱりこの、移動しちゃうとね、当然、上側もう、じわじわ、じわじわ変わってくるんですよね。で、まあ、熱帯雨林なので、もう、サイクルが非常に早いです。で、寒冷地、いわゆるその温帯気、亜寒帯、寒帯、まあ、そうですね、温帯の、と亜寒帯のあたりですね、は特に、針葉樹が多くて、ほんで、もう、何千年、樹齢何千年いう、針葉樹もね、残ってるぐらい長いこと。まあ、それでも古生代の、森がそのまま残ってるわけじゃないんですけどね。まあ、そういう意味では、熱帯雨林っていうのはね、すごいサイクルが早くて、そのサイクルのおかげで、僕らもね、こうやって、生きてられるっていうこと。まあ、言い過ぎかもしれませんけどね、やっぱり酸素の供給量で考えるとね、全然言い過ぎじゃなくて、まあ、地球の大気のね、中の酸素の半分ぐらいは、熱帯雨林からね、製造されておるんで、まあ、そういう意味ではね、他国であっても、なかっても、やっぱりね、日本の森林でも、他国の森林でもね、これは、人間のね、境界線、全く関係なしにね、大事にしていかなあかんなと思います。はい。早速、ティタノス。これ、多分オスですよね。で、今、スタッフね、もう完全に原生林の中に体入って、で、探査してるんですけど、やっぱりもう、トラップを作ってないので、稀にね、なんかそんな風に見えるところもあったりとか、で、浅い、原生林が浅いところやったら、たまにスタッフ入ってきて、ちょこちょこっと作ったりとかはしてるみたいなんですけど、もう基本的には、もちろん、樹皮トラップなんか作ってませんので、そうなってくるとね、やっぱりこの、密生してる、木が密生してるところなんか特に、猿とかはね、多いんで、伝ってくるでしょ。ですんでね、まあ、この、ティタンスやらもそうですよ。他の種もそうなんですけど、体が隠れるところがないとね、
もう一撃でやられますんでね。うん。まあそういう意味では、うん、この木も、むちゃくちゃそんなに太く、あの、太いかな違うね。うん。まあ、猫が対象ですよね。はい。言うこと変えましたけどね。いや、細いな、思って、案外太いですよね。うん。ほんでね、やっぱりね、根はね、地中から出てるパターンって多いんですよね。ほんで、根っこの下の方見えへんのですけど、こうやってね、草がね、周りをはびこってるので、ね、根が、浮いてるのが見えへんだけなんですよね。で、まあ、さすがに原生林なので、この、まだ分解されてないね、こういう葉っぱね、黒くなった、落ちた葉っぱとか、まあ、用済みになった葉っぱとかがね、まだ、溜まってるのは見受けられます。こういうところはね、もう、雰囲気がもう全然違いますよね。はい。畑とかでも木でもね、もちろん葉っぱとか落ちとるんですけど、まあ、表面上も重ならなくて1、2枚ぐらいなんですよ。で、すごい分解が早いんですけどね。まあ、ここらでも分解は早いんですけど、それに勝るようなこの植物の数がね、こうやってわーっと密生してるんで、うん。まあ、そういう意味では、こういう原生林ってね、特に、ヘマタイト色のね、黄土色の、なんちゅうの土壌は、が基本なんですけれども、こうやって葉っぱ、腐葉土っていうのもね、まあ、なかなか溜まるまではいけませんけどね。はい。で、あとその葉っぱがあるからこその、一次分解者が、より多い。で、もう微生物も多いっていうことで、そういうのが溜まって、まあ、稀にですけど、大型動物がね、死んだりして、で、そこに溜まってくる堆積物が、うん、まあ、有機物が非常に多い状態になってくると、土と混じってね、まあ、暖流化した穀木土みたいなもんが上に溜まっていく。まあ、そういうところにまた、希少な、通常はあまりたくさん見られないような種類が、例えばそれがインビタビリスであったり、アエラトスであったりね、他の、ツヤクワガタであったりとか、まあそういうふうな感じでね、住み分けっていうのができてるんやと思います。で、皆さんもいつも見ていただいてますけど、ここも雰囲気違うのがもうパッと見てお分かりやと思うんですけどね。もう全然雰囲気違うでしょ。で、まあ単純にですね、原生に入るとね、グリーンが濃いですよね。はい。まあ俺は湿度の加減もありますし、で、葉っぱの多さもありますからね。はい。で、それはね、ジャワの方でも同じかなと。思います。で、やっぱりいつもと違って、ちょこ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 さっきからね、まあ細かいんでちょっと見にくいんですけど、アリがね、非常に多いです。うん。やっぱり、原生に入るとこういうことやな、っていうのがね、分かっていただけると思います。ちょっとね、映像がね、アリ主体の映像じゃないんで、すいません。カメラをね、早く動かしすぎるんでね、アリがね、なかなか肉眼で捉えられないんですけど、結構います。こうやってね、ほんで、黒い葉っぱもね、あちこちにあるでしょ。はい。これがね、土壌の質にはね、大事なんですよね。これ堆積物、なっていて、この分解もものすごく早いと思いますよ。で、これをね、適当に避けるでしょ。たら、木の根っこにね、木と土が詰まってるような状態のところじゃなくて、ちょっと隙間が空いてたりね。すると、ティタンスが、その根っこ沿いに動いてるんですよね。で、そういう隙間ができるんですよ。ですんでね、まあ、もうどっかから入っとるんでね、上から降りていってるんで。ですんで、まあ、スタッフは、その、
葉っぱ、上に乗っかってる葉っぱとか軽く土をのけて、でね、その隙間とかが空いてへんかないうのを見とると思うんですよね。ただ、なんていうのかな、根っこが浮いてたりするとね、もうその限りじゃなくて空洞がドーンとできてるっていうところもあるんで、そういうところはね、もう探すまでもなく、絶対的にいると思って探してる、探査してるというのはね、ようわかります。はい。で、こういうとこね。こういうとこね。はい。ほんでね、やっぱりどれだけ、こういうとこ。こういう隙間ですわ。で、おるかどうかはわからへんけどね。なんでこういう小さになってんねん。あっちゃけど。はい、ほんでもう色が、そうでしょ？もう皆さん、黒い土の色をなしてないでしょ。ただね、ここはまだね、どうかな、他の原生林じゃない地域よりも、うん、まあ土の、まあカメラの具合もあるんですけどね、土の色がね、そんなに、なんちゅうのかな、黄土色っぽくないっていうか、うん、やっぱり通常より堆積物がやっぱ多いんでしょうね、うん、葉っぱとかのね、死骸もそうですし、あ、いましたね、はい、ほんで当然ね、他の生き物もいますんで、ところどころなんかちょっと黒っぽいのが あるでしょう。まあ、黒木土まではいかないんですけど、暖流化したようなね、でも、部分的にそうなってますし、で、せやね、こういうところやったら、うん、より中に入って卵を産んでるんじゃないかなと思うんですけど、これ、ほんまに、うん、卵を産んでるしか、ちょっと考えられへんのですけどね、この途中に入るっていうことはね。で、まあ、パッと見たところ、これは洋室でもなさそうですよね。まあ、そうなると何してんのっていうことなので、これ、まあ、バーッとメスが出てきましたけど、まあ、この辺りに卵を産んでるしかないですよね。まあ、通常ね、餌もやっぱり、こちら摂取しないとダメなんで、ただ途中に、こもってるメスってね、もう卵を産みに行っているとしかもう考えられないですね。これほんでアリですけど、うん、シロアリじゃないけどね。はい。で、なんか右側にももう一つね、もう一匹いましたけど、これは何でしょう、オスなんでしょうか、これもメスなんでしょうかね。これスタッフの指と、なんていうんですか、比べてみると、非常に狭いところ、あ、これはオスですよね。まあ、大きくはないですけどね。もうこってこってですよね。ただね、湿度も高くて、まあ、土壌の湿度にもよるんですけどね、粘り気のある土なんで、そういう意味では、暖流化するちょっと手前とか、そんな感じの土じゃなかろうかと思います。うわ、アリすごくいっぱいいますね。はい。で、まぁ、こんな感じでね、あちこちの木を、でね、いろんな種類、やっぱりスタッフ見てます。木の種類とかをあげると、たくさんあるんですけどもね。で、まあその木の種類によって、まあ根っこを見たり、いや、この木の種類は逆に根っこにはあまりいい品やとかね。そういうのを自分で分かってるみたいですけどね。まあ、樹種の、まあさらっとね、樹種の名前をまあ挙げますとね、ダダプはね、皆さん、よくご存知だと思います。あと、ドローンね。で、めいめい。
で、クチン、メンペン、クエル、デダル、で、ティンカム。まあ、いろいろ向こうの名前でね、あるんです。これは、学名じゃないやつもほとんどですんでね。そのままは、検索しても出てこないですけど、ね、この、それぞれの木でやっぱ特徴があるんですよね。で、これまあ、探しても、この、まあ、これはちょっと言えないですけど、この種類ね、例えば今、もう一回言いますけど、ダダプ、ドゥルン、メイメイですか、で、クッチン、クエル、デダル、メンペン、ティンカムって言ったかな。うん。で、ね、その種類の中でもですね、これは、上の方の幹の方にもこう隠れてたり、で、根元にも入ってたりとかしたりね。で、この種類は、根の方にしかあんま入らへんやとかね。で、この種類は上の方にはいるけど、根っこには絶対的にいい品っていうのが、まあ、スタッフ言うてます。僕はね、実は、それはちょっと向こうまで行って、そんな調べられてないんでわからないんですけど、すんごいコテコテの、これ何ですかね、これ、タウルスかな、これは。何ですかね、これ。タウルスっぽいですね、こう。ってことやね。タウルスもかつてね、猫に、おること、結構あるんですよね。でね、これは何ぞえって思うんですけど、こんなに根っこに入るってなんか、やっぱありますよね。うわぁ、ありすげえな。ほんでね、これがちょっとまだわからないんですよね。こう、噛まれたらめちゃめちゃ痛そうなアリですね。で、なんでか言うのがわかりません。で、まあ、普通に考えたらですね、上の、樹液、とかね、樹液が出てる、まあ出てなくてもそうですけど、まあ出てる部分。で、雨が降ると、枝先から、で、葉っぱのね、まあ汚れとか、で、そういうもん、全部一切合切ね、樹液と一緒に、幹の方に流れてきて、まあ通常はですよ。で、根元に、まあ滴るっていうかね、伝ってきます。はい。まあ、これ、樹冠流って言うんですけど、ね、この樹冠流の到達点がやっぱり根元なんですよね。で、あとは、その根元の、窒息底菌なんかもね、いるんじゃないかなと思われますんで、まあ、そういう理由からね、産卵には非常に適してるとは思うんですけど、これまた、その、成虫のエネルギー源となると、やっぱちょっと乏しいような気がするんですけど、根っこかじってるのかなぁと思ったりするんですけどね。で、根っこをかじってて、もし、その樹液が、出てるようであればね、まあ、今のところまだ根っこを完全にかじってるっていう映像はね、捉えられてないんですけど、まあ、それで、あれば、どうでしょうね。まあ、なんちゅうのかな。まあ、行っている、そこに隠れてる。で、オスもメスもいる。で、餌もあるっていうことで、うん、上に出てきにくいのかなと思うんですけど、ただね、雨が降ったとき、雨ってもうしょっちゅう降るんで、で、堆積、器物が少ないでしょ。で、彼らも、実際そんな40センチも50センチも潜ってるわけじゃなくて、まあ、盛大に20、30センチくらいのところにいますでしょ。いつもね。まあ、そう考えるとね、雨がもうどんどん中にね、入ってくるんで、非常に居心地は悪いし、まあ、呼吸もしにくいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、水の中にドボッと入ってるわけじゃないんで、そんなことはないのかもしれませんけどね。まあ、当然ね、彼らの体、口からではなくて、上羽のね、上肢の、側縁の部分ね、内側のね、はい、
の部分で呼吸をしてるんですよね。要は、まあ、横腹みたいなところですよね。そこで成虫が呼吸してるんで、うん、まあ、その空間さえあれば別などうもないんでしょうけど、っていうところでね、まあ、あの、いろんな多方面からこうやって考えるんですけど、まだその、これが非常に確実な、うん、あの、猫に潜ってる理由っていうのはまだね、ガチッと分かってない状態ですんでね。まあ、探査続けながらね、まあ、いろんな思考回路をこう、巡りながら、うん、まあ、スタッフにもね、どういう状況やったら聞きながらね、進めていきたいなと思います。これすごいでしょ、皆さん。うん。あの、粘土まではもちろんいかないんですけど、あの色はね、ただ、まあ、すごい、あの、粘り気のあるね、土壌です。まあ、もともとがその火山性土壌なんでね、まあ、それはそれでわかるんですけどね、粒子が細かいんでね。皆さんですね、このアチェの個体、まあ、特になんですけどね、今、あの、今、アチェのね、個体を皆さんに見ていただいてるんで、まあ、あの、アチェの個体の話をするんですけど、これは何もティタノスだけではないです。他の、全種類ね。まあ、大体主たる、あの、最終の個体がね、ティタノスが多いので、ティタノスの話にちょっと偏ってしまうかもしれませんけど、どんな種類によっても同じことが言えます。こうやってね、一頭取るのもね、本当に皆さんこれ大変なんですよね。で、トラップを仕掛けてるところも絶対的に入ってるっていうことではないんですね、当然ね。はい。で、今、根っこの部分をね、こうやって掘ってます。で、特にですね、メスは皆さん、あの、オスと同じようにね、上のウロとかにね、で、トラップを仕掛けてたら、その樹皮トラップに、同じように入ってたらいいんですけどね、やっぱりね、産卵行動するがためにね、下に潜ります。で、今ね、これはオスが、潜ってましたけどね、まあ、どちらも本来潜ってはいるんですけれども、地上のその樹上の方についてる個体と同等、もしくはそうですね、樹皮トラップをしてなかったら下の方が多いと思いますね。まあ、もちろん、あの、その木自体にもよりますけどね。でね、やっぱりね、こんなして取ってるんですよ。で、簡単にほんまに取れないんですよね。で、どん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 樹皮トラップをしても、特にこの山岳地帯の、特にこのガイオレースにおいてはですね、木が極端になくなってるんですね。畑によってね。ですんで、樹皮トラップをしようにも、その樹皮トラップをする樹種が少ないということです。まあ、ダダップがね、たくさんある頃にはね、ダダップにもたくさん入ってましたけど、ですんでね、樹皮の硬い、で、まあ、樹皮トラップしてもね、もう、ナタを入れたら一発でわかるんですけど、樹皮の分厚いね、そういう、樹種に、どん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 、ティタノスがね、
移動してます。で、まあ、移動せざるを得なくて移動してるんですよね。で、その中には、特に根元には全然入らない、樹種もあります。それはね、多分根元にね、なんか嫌う成分が出てるのか何だか分かりませんけどね。でね、そんなんも全部ね、木を見ながらね、上やったり下やったりね、はたまた上の方に登っていったりね、してます。今もこれオスが、まあそれほど大きくないオスですけど、2頭いましたよね、元気なオスがね。やっぱこうやってね、あの潜ってることが多いんですよね。まあこれはあのダダップがあった頃からこれがずっとそういう習性があったのか、もしくは、ダダップがどん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 少なくなってよりこういうふうに潜るようになったのか、いや昔からこうなのかっていうのはね、昔をたくさん検証してないんでわからないんですけど、今現在の事情はもうほんまにこういう状態であるっていうことなんですよね。ですので、まあ何が言いたいかというと、もうとにかく取るのが大変なんです。小さい大きいにかかわらずね、もう取ること自体がほんまに大変です。地元のこの仕事をしてる、ほんで映像も撮りながらしてる彼が、まあ、例えばですね、どうでしょうね。1ヶ月、おおよそ1ヶ月を頑張ってこの仕事に全部費やしたとしても、その地元でですね、取れるペアって、そんな、100ペアも200ペア、とてもやないけど、そんな取れないです。もう、とてもじゃないけど、そんな取れないですっていう言い方します。なんぼとは言いませんけどね。ですんでね、もう、とにかく非常に大事な、一個一個の個体なんですね。その個体をですね、まあ、悲しいかな、一般輸入個体でもね、アチェから来てる、であろう個体はもちろんあると思うんですけど、それをね、やっぱりこう、まあシステム上どうしても混ざってしまうんですよね。うん。で、管理してるところでね、飛んで逃げたりいうこともあります。これはもう事実です。実際僕がもう見てるので、で、スタッフも知ってますしね。はい。で、今、こうやってね、メスが出、たまたまね、こうやってメス出てきましたけど、こういうね、黒く少しね、黒い、有機窒素分が豊富な状態の土っていうのは、より、黒っぽい土ではあると思います。で、こういうところにはね、高確率で潜ってるんですよね。で、もう見るからにこういうところはね、散乱してるなっていうのがね、よくわかるこういう土です。はい。で、大概はね、黄土色の土がほとんどなんですけど、場所によってはね、その、黄土色の土の上にこういう黒っぽい土が、乗っかっていることが多いです。大体、顕微鏡でそれを確認してはいませんけど、まあ、土の状態を見てですね、これはもう間違いなく微生物はこういう状態のところにの方がより多いと判断しても、そんなに間違いではないと思いますんで、まあ、こういうところで、産卵してるメス、およびその、個体というのはね、よりいい条件ではあるんじゃないかなと思います。で、あとはね、財に、財が近くにあるかどうかっていうこともね、あるんですけど、まあそういう、産卵どこに恵まれた幼虫というのはね、まあより大きくなる確率はあります。で、メスがね、いい状態のところから出てくるとね、やっぱり、獲得した酵母もね、
たくさん子供に与えられてるであろうと、なんとなくそういうふうに思います。はい、ということなんで皆さん、あのね、ぜひ手に取っていただきたいなと思います。ほんまにこう、こっから来てるんでね。はい。で、それをね、やっぱり映像でお見せできてるっていうのがね、すごい、あの、僕は大事なことやなぁと思いますし、自分でもね、嬉しく思います。でね、そうやって今ね、一生懸命手汚してね、で、手でね、地面を、あそこね、スコップもまあいいんですけど、やっぱり根っこがあるんで、なかなかその、スコップとかで掘れないんですよね。で、三つ股とかでも掘れるんですけど、やっぱり根っこがね、引っかかって、やっぱり手がね、人間の手が一番、まあ、うまく掘れるか、その根っこに沿って掘れますよね。で、一番はやっぱり個体を傷つけないっていうのがね、やっぱありますんで、ただその分ね、やっぱり、素手でやっとるんでね、なんか出てきた時とかほんまに危ないし、爪が割れた時もあったって言うてましたんでね、まあその爪もね、まあもうちょっと短くしたらええなとは思うんですけど、はい、三つ股の代わりになってるような爪なんでね。まああとは、そのムカデで、まあ、ゲジゲジみたいなのが出てきてもね、多少全然どうもないでしょうけど、ムカデ、まあ、ヘビもいるでしょう。まあ、他ね、大きなアリとかでしたら、うん、噛まれたら結構痛いでしょうしね。まあね、そうやって個体を集めても、さっきも言いましたようにね、1ヶ月に、100、200なんて、とんでもない、そんな、不可能です。ほぼね。ですんで、やっぱり野生下の個体ってほんまに皆さんそういう、状況なんですよね。だからもう、ほんまに貴重です。ただ、現地で、しっかり類代はまだ繰り返されてるっていうのは事実なのでね。ここで、うん、まあ、個体数って言いますが、まずは、そのチタヌスとかクワガタの個体数を維持するっていうがための職人じゃなくて、まずはここにあったであろうバイオーム作りからやっぱり始めないとダメですよね。僕はそう思ってます。ですんで今例えば切り落としたこんなね、あの木でもね、これほんまにズボッとしっかり刺すだけでまた成長してくるんで、まあ樹種によってはダメな樹種もあるでしょう、あるでしょうけどね。ということで、やっぱりね、基礎の植物で、植物がバイオームをね、その、作り出したら、当然ね、短いその例えばシダ類ね。ちょっと前の話で僕、裸子植物と皮脂植物を言い間違えて言ってましたけど、シダ類はね、胞子が飛んでいて、で、植物はそこらで生えていきますし、だからある程度広い、場所で繁栄していきますけど、裸子植物っていうのはね、皆さんご存知の、マスボックリみたいなね、あんなんをね、まあ、種子が、外皮に包まれてない状態ね、剥き出しの状態の、植物、もう実がなる。そこから、発芽する。そういう植物が裸子植物ですよね。で、当然今もまだあるんですけど、そこからね、皮脂植物、いわゆる、バナナにしてもそうですし、マンゴーでもそうですよね、カカオにしてもそうですし、全部皮脂植物ですよね。要は、種子が、外壁に覆われてる実をなる樹種ですよね。で、やっぱりそういう樹種は、まあ、そういう樹種もそうですし、裸子植物もそうなんですけど、移動はできないんですよね。ただ、その、
方士で、何出荷する、そういうシダ類とかは、言えば、まあ、遠くまで飛ばしゃあね、風で、どんどん遠くまで飛んでいくんで、比較的、まあ、自力ではないんですけど、自然の摂理でね、広がっていくもんですけど、やっぱりね、裸子植物と被子植物っていうのもね、まあ、こうやって、川の近くで、木があれば、その、水にね、種子が落ちて、で、ある程度、どこかに運ばれるというのももちろんありますけど、やっぱり主たる、その広がっていくね、裸子植物と被子植物の原因は、やっぱ昆虫で、哺乳類もそうですしね、鳥もそうですし、特に昆虫はね、大きな役割をしてるんで、まあ、そういう意味では、このバイオームの基礎となる植物を植林してる。それだけではダメ。やっぱり、そこに集まってくる。で、集まってきたら当然木々やらも、食べられたり、植物やらも一時的に減ったりするんですけど、そうやって循環がどん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 広がっていって、で、そこにまたね、森林がね、広がっていきます。でね、やっぱりね、その自然の、治癒力っていうのが、それが非常に大事なんですよね。人間の帝王は最初の職人だけです。で、一切、その、なんていうのかな、薬剤とかを全くまかないんで、完全な自然の力で再生していくっていう、この工程ね、出来上がったところだけを見るんじゃなくて、その出来上がっていく工程が非常に大事なんです。その途中でいろんな個体が、そのバイオームに寄ってきてね、で、類代を繰り返したり、はたまた死んだりとかして、で、その、まあ言うたら、そういう死んだ生き物も土壌の一部になっていく。まあね、そうやってこう循環を広めていくっていうことが一番大事なんですよね。ですんで、職人方法もね、もう、ほんまの原始的なやり方をしてますし、本来ね、確保して、で、そこにまた、職人というのをね、この後、うまくね、言葉を運べば、その土地の確保というのをね、していきますので、ね、皆さんぜひよろしくお願いします。で、あくまで、位置情報が正しいとか、いうことに関しては、こんなもん、当たり前の話で、もっともっとそれは大前提で、大事とか大事じゃないとかいう以前の問題なんですよね。位置情報がはっきりしてるというのは、この位置情報がはっきりしてないと、例えば今のバイオームのお話を持ってきても、じゃあどこの話なのっていうところがあるんですよね。で、どの標高なのっていう話。で、例えばその職人話をしてもですね、どの標高っていうことによって、その地域のどの標高っていうことによって、そこは畑なの？いやいや、畑でもどういう畑なの？焼き畑されたとこなの？通常の畑なの？トウモロコシ畑なの？それとも原生林に近い、コーヒー畑なの？っていうところで、バイオームも変わってくるんですよね。そのリアルさが大事なんですよ。ぜひね、皆さん。そういう位置情報っていうのを、その、細かく出せば出すほど、なんで大事なのかっていうことも、理解してもらいたいです。カブパテンとか、ケチャマタンとか、本来、あんまり意味のないもんなんですよ。本当は。僕の考えではね。大切なのは、このバイオームを理解してるかっていうことなんですよ。その地域のね、皆さんが手に持たれた
個体のバイオームを理解できるか、もしくは理解できる環境にあるかっていうことなんですよ。それが WF1 の、個体をより安全に、で、しかも大きく出す、一つの、秘訣であります。あくまで、野生下の条件とね、飼育下の条件はあまりにも違いがありすぎるので、どこまで、飼育下がね、野生下の環境に追従できるかというのは、まだまだ、わかりませんけども、まあ、ぜひね、向こうで獲得しているであろう酵母をね、広げることができますので、ぜひ皆さんもね、瓶の中で、酵母をね、どん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 増やしてもらって、そういうね、奴らの反芻のもとで育てていただきたいなと思います。何回も言ってますけども、その酵母ね、ご購入者様に無料でね、お送りしますんで、ぜひ必要な方は、いや、私はいらないよという方は、答えだけでもいいんで、ぜひね、手に取っていただけたらなと思います。まあ、こういう情報がね、僕はもう一番大事やと思ってますんでね。で、やっぱり見てもらうだけじゃなくて、触れてもらいたいんですよね。個体を通してね。で、このアテのね、おおよそそのガエルエスと、まあ、チタンスの対象の区域はっていうことですよ。はい。ガエルエスとね、テンガラなんですけど、まあ、特にこのガエルエスあたりに入ってくると、まあ、一番山深いって言った方がいいのかな、これはスマトラ島の中でもって言うべきやと思います。で、アテの中だけで比べてもね、一番山深いところでしょうっていうことが言えると思います。これまあどういうことかというと、とにかく標高の高い山が周りを連なってるっていうことなんですよね。で、そうですね、その、まあ、道がね、
あります。ほんで、川が流れてます。谷間になってるんでね、当然川が流れてるんですけど、で、その、キュアに沿ってね、道がね、ずっと作られてます。インフラ整備されてます。で、その周りからね、やっぱりこの道沿いと川沿いに、人が住み着いて畑が周りにできてきてるっていうところなんですね。で、おおよそ、まあこれはもちろんおおよそなんですけどね、大体なんですけども、1000メーター未満のところまでが、畑にされてるっていうのが、もうほとんどです。これはもう皆さんね、Google Earth 見てもらったら、もう一目瞭然でわかるんですけど、本当にね、そんな状態です。だから、ルセル国立公園のね、まあ、ここは、伐採禁止区域とかいうのはもちろんあるんですよ。で、決められてるんですからね。まあ、おおよそそれにね、習ったもんで、まあ、違法伐採もちろんあるんですけれども、およそです。1000メーターぐらい。でね、特にそのラインが、おのずとチタヌスのラインのような、感じでもあります。で、これはね、やっぱり、1000メーター付近でも、チタヌスは十二分に生息しますし、たくさんいますけども、日当たりがいいんですよね。畑をしてるところに。で、原生林の入り口とかに、特にそういう木についてることが、あります。でね、これね、まあ、1500メーター、2000メーターでね、このルセルの山を上がったことはないんですけども、さすがにね、そこまで行くと、ちょっとティダンスの姿は見られないかなと思います。で、それ全部含めてね、考えると、やっぱり、ティタヌスは、もっと言えば、5、600メートルに非常に多くの、ティタヌスが存在していた。これは、ダダプがある、あったということと並行してるんですけれども、やっぱりね、彼ら、程よく、温度がね、高いところ。で、まあ、湿度は、まあ、どんなクワガタでもね、弱いんですけど、高くなればなるほどね。まあ、そうですね、チタンスの場合でしたら、店の中で、ある程度ね、実験したこともよるんですけど、まあ、15度ぐらいだったらまだ、動いてます。ただね、10度ぐらいになってくると、もう極端に動かなくなるんで、まあもちろん変温動物ということなんでね、他の動物も全部そうなんですけど、それでもバイオームの耐性温度っていうのがあるので、やっぱチタンスの場合はね、その温度帯が、まあ、まだ非常に高い温度帯なのかな。まあ高いって言うても15、12、3とかそんな温度でしょうけどね。その温度に、まあ12、3度ぐらいに、毎度毎度なる温度でも、昼間に、体を温めてれば、ある程度はまだ動けますけど、これがね、昼間が、例えば、22、3度ぐらいしかならなくて、夜が25度ぐらいしかせめてならなくて、夜がぐっと下がるような、まあ、10度ぐらいになるようなところですと、多分、生息限界だと、思います。で、そういう地域に、そういう標高にいてるっていうのは間違いないんですよね。で、その標高も地域差によってやっぱりちょっと変わるので、で、例えば、畑になったりね、日当たりがいいと、高標高でもより生きていけやすくなります。で、これは皆さん、今の説明で、おおよそ、なんとなくでも分かっていただけたと思うんですけど、生息環境、上がってはいくんですよ。畑をすればね。それに伴って、なんでか言うと、
平均気温で、体に受ける平均体温が、まあ原生林よりかはやっぱ上がっていきますんで、日当たりがいいのでね、まあそういう意味では生存しやすいんですけれども、それもやっぱりおおよそ、僕が向こうへ、山間部ね、まあ2000メートル弱ぐらいのところまでも行きましたし、でまあ車でさらっと通っただけのとこもありますけど、まあそういうことを全部考えたらですね、1500ぐらいまでがまあほんまの限界じゃないかなと思います。でその考えを今度、例えばです、天柄もしくはガイオルエスに当てはめるとですね、まあ大体ドンピシャリそうなんですよ。でまあそれ以上は上がれへんなっていうことを考えたら、ティタンスがこの山深い山岳空地帯から、外へ、例えばマラッカ海峡側、例えばインド洋側に、この中にいるティタンスが登って、で、外へ出ていけない状態に、まあ閉じ込め、そのバイオミ閉じ込められてるんやろうなと思います。ですんで、あの特徴がね、より、顕著に、出やすいっていうのはアチェの非常に大事な特徴なんですよね、今の。で他の地域は上がったり下がったりいうのは実際あります。もう北ソマトラ州ですでにあるんだよね。で北ソマトラ州は何であるかと言ったら、やっぱりその手前ね、マラッカ海峡側もそうなんですけど、そっち側にやっぱり標高が低いとかずらずらずらとあるんで、まあそこからね、ティタンスが、例えばですよ、最大内斜上がりのティタンスが北上していったと考えたら、大体その最大内斜上がりのバランス、個体数の多さっていうのは南の方が断然多いので、そういうことを考えると、やっぱり上がってきたよねっていうのは、まあ想像にもそんなに難しくないことなんじゃないかなと思います。でその状態でもやっぱり未だにね、アチェの個体は内視下がりおよび上に上がっていっても中間ぐらいまでで止まるっていう、その遺伝子で、遺伝子が濃い、非常に濃いっていうのは、やっぱり下からの上がってきたその内視上がりのね、個体の遺伝子が、まあ、山岳地帯で阻まれてるよねっていうのはあるなぁと思います。でまあ余談なんですけどね、クタチャネの辺はね、標高低いです。2、300メーターのところもいっぱいありますし、100メーター、標高100メーター以内のところもあります。ただし、それから、南になってくると、またどん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 標高が高くなって、1200、300、400、500っていうところがあって、で何するのかな、トバコの付近になりますんでね。でその両方の谷側の両方の山も非常にね、標高の高い山が連なってますんで、まあ今のところはまだ他の地域、まあ今正確に言えばですね、北スマトラ州での最大内視上がりの遺伝子は今のところまだ混ざってないなと思われます。
National Photographic Core Team Bio。
はい、皆さん今もうこってんこってんの手で、大変でしょ、これ出すのもね。これは何でしょうかね、ウブトかな、あちょっと違うような気がしますね。あ、違うかな、上羽がちょっと違うような気がしますね。タウルスのメスかな。はい、あの大体ね、こういうとこってね、あの奥調べたらね、寝太が奥の方にね、あのペアでいてることが非常に多いんですけど、これね皆さん映像見てたらちょっとそういうふうに思わないですけど、これ撮りながらあのスタッフはね、こうあのいろいろ手でこう、あいろいろこうサーターめぐったり撮ったりしてるんですよね。これ、ね、意外と大変なんですよ。あのなかなかね、あの焦点が合わへんかったらずれたりねしたりでね、ちっちゃい個体でしたらね、例えばあのさっきの、ああまあこういう個体ですね、あこれは何かな、これはん、これはタウルスっぽいですか。で、あ、今ちょっと言いかけたんですけど、これタウルスみたいな感じですね。あの焦点合わないでしょ、で向こう側に合ってるでしょ焦点ね。これもね、あのほんま大変なんですよ。あ、今合ってきましたよね、じわーっとね。あ、タウルスですね。で、あのなんていうのかな、これね、片手塞がれてて、で片手で採集してるじゃないですか。これね、まだ地上に立ってる部分なんでこれできるんですけどね、特にこれ頭上に登った時ほんま大変なんですよ。体を支えるもんがないでしょ。まあ、あのロープでもかけとったらまた別ですけどね。で、まあ、それがないもんで、素でやっぱり登っとるんでね。僕やったら、ロープがなかったら登れませんけどね。で、体はやっぱり支えなあかんわ。撮影はせんならんわ。で、こうやって撮らんならんわでね。ほんまに意外とね、この撮影って大変なんですよ。でね、こうやってね、樹液やらも、もう非常に匂いしますよ。でもね、たまらずこうやってね、見せて、でね、ああいう樹液の中に、でも樹液酵母でね、天然の酵母はものすごくたくさんいます。で、そこにもね、酵母、ごめんなさい、樹液の中に、独特なね、微生物層というのはやっぱりあると思うんですよね。で、ああいう部分がね、雨が降ってくると流されて下に溜まっていくんですね。で、樹液が下に溜まっていくだけじゃなくて、その微生物層もね、一緒にやっぱり溜まっていくんで、そのやっぱり根元っていうのはね、皆さん考えた以上に微生物が多い。で、あいつらにとってね、まあ、幼虫にとってもそうですし、まあ、絶好のね、産卵場所ではないかな、と、思います。で、そういう意味ではですね、まあ、例えばですよ、マットにね、飼育下でマットを詰め張ってね、材を入れなくても、例えば海が悪いな、とか思った時はね、ゼリーをちょっと混ぜて、で、固めてみるとか、いうのも一つのね、アイディアだな、と思います。はい。ま、飼育下の中でね、まあ、樹冠流みたいなね、ものをね、自然に作るのはもうできませんので、どうしても次に足すまで、同じ環境のそのままの環境ということになりますんでね。まあ、ぜひ、ちょっとずつ、変化をつけるためにも、で、微生物の餌を、コンスタントに、なんちゅうのかな、与えるためにも。で、もっと言えば、幼虫にね、もう餌がなくなりましたよ、
とかいう、感覚を持たせない。言葉で簡単に言うてますけどね、幼虫は幼虫時に、受容体を使って何を感知してるか、で、何を感知しながら自分の成長段階に役立ててるかっていうことを考えたら、まあ、餌が切れましたよ。で、それをね、感知したよ。あ、そしたらもう自分は、こっから、成虫になった方が、生存確率はもちろん上がりますよね。で、子孫も残しやすい。っていうその遺伝子は、やっぱり受容体から情報を得てですね。で、その遺伝子が、で、ホルモンが反応していくっていう、まあそういう生き物なんで、当然ね、餌が少なくなってきたよ。反応する、気質が少なくなってきたよ。で、周りに、成長を助けてくれる微生物が、少ないよっていうのは、もう完全に、察知してるんで、そういう環境を作らない。で、いつまでもね、しっかりゆっくり、餌が、反応して、で、ゆっくり体を作れる環境を飼育下で作ってやるっていうのが非常に大事な飼育の方法ですね。この木は多分ですけど、これね、ちょっとスタッフにまだ聞いてなかったんでね、これはわかりますが、あ、これ多分そうですね。初期の頃に、植林したダダップですね。これ周りが全然変わっとるんで、ちょっとわかりづらいんですけどね。あの節のところにアルキデスがいた木ですね、これ。で、皆さんこれね、まあまあこの下もね、もう根がしっかり張ってるなぁいうのがわかる根元やったでしょ。でね、この周りの、樹木もね、で、小さい雑草であったりとかいうのも全部含めてですね、ダダップが大きくなってきたことによって、その周りとかいうのが、影になるところが非常に多く出てきて、で、影が好きなところ、影が好きな、ところで生えるこの植物がね、育ってきて、でね、周りを、じわ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 作っていくっていう、そういう過程の途中なんですよね、これでも。はい。で、まあね、この、野生のね、再生の力っていうのはね、ほんまに素晴らしくて、ほんで力強いんですけれども、壊すのはね、ほんまに簡単に壊れます。特に人間の仕業は、ほんまに簡単に壊れるんでね、こういう木々をね、まず、大事にしながら、こう、増やしていきながらね、そこで、恩恵をこう受けるっていう、そういうスタンスをね、まあ、途上国の、国立公園の周りの人々っていうのはもうその、手はずしか今のところはないですよね。うん、まあ、この、チンバイオの提供ね、どんどん広げていきたいなと、思います。他の島にもね、たくさん広げて、で、みんながね、そうやって、ある程度しっかりね、
こういう仕事で潤えるような環境をなんとか作りたいなと思ってます。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。